こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。ブルーアーカイブ始めていきましょう。今回メインストーリーエデン条約編第3章の、後半をやっていきたいと思います。術兵器いくよ。どんどんと君大丈夫か？暑さをかける。お、待ってた。ダメージが。
お、追い詰めた。ガス爆弾。あ、別だ。撃ってんのやれだけ。なんだ？え？嘘だ。怖っ。消灯器？お、またせいや。you
そうか。すごい。大丈夫か？お、マイストーン。絶対許さないぞ。リクワチもある。
大丈夫かな。やばいな。渚がいないのか。え？すぐ実現か。一応どうしたんだ？え？境内攻める。そう、渚さん。え？待って。お、ミカハってことか。
手を握ってる。助けに来た。ゴリラ。なんで？いや、ひどいな。
タコがいる。マリーとハルモン。行きましょう。そうだな。あ、そうだったんだ。血圧って。どこに行ったんだ？キビ。普通とは。そうだ、そうだ、そうだ。
あずさを助けるぞ。おっさが弓。普通じゃないんだよな。だろうな。どこだ。摩擦伝わってるからな。おもっとあれではで。
ほら。普通の女子高生じゃないよ、絶対。あ。ああ、これ、フォロワーとつながってるんだ。第一章。強い。次。でも病室から抜け出して頑張ってたよな。みたいな、ないない、なんで。すごいよな。星野とヒナを退避させてるっていうことか。星野は星野でも悩みあるんだよな。エボロビかな？そうだそうだ。以上が。あまりこれやりすぎると本当にトゥインティとゲヘラで内戦起こるよ。アディス・スガットをやるんだ。会う時と同じく。これ一二三が。
感じです。あずさちゃんが人殺しになるのは嫌です。そんな暗くて憂鬱なお話、私は嫌なんです。それが真実だって、この世界の本質だって言われても、私は好きじゃないんです。私には好きなものがあります。平凡で大した個性もない私ですが、自分が好きなものについては絶対に譲れません。友情で苦難を乗り越え、努力がきちんと報われて、辛いことは慰めて、お友達と慰め合って、苦しいことがあっても誰もが最後は笑顔になれるような、そんなハッピーエンドが私は好きなんです。誰が何と言おうとも何度だって言い続けてみせます。私たちの描くお話は私たちが決めるんです。終わりになんてさせません。まだまだ続けていくんです。私たちの物語、私たちの青春の物語を。おお、タイトルが。新しいエデン条約機構、動揺してる。お、バトル。65。勝てるはず、これは。王とママでいいはず。計算高いアビウス。アビウスカートか。お、みんな助けに行ってるやん。強い。追い込んでる。さて、あら、
かはっちゃん言うで。おさらにそこにすごいこの画面歌が集めて。アンフロジウムス？倒した。サタイだけだけど、みんなが。ゲーナーももうキモトスもなんかみんなが協力している。さあお、星野も星野星野みたいにならない。またバトル？またバトルですね。戦闘突入、極力早く侵入。ヒナが。武器委員の情報収集能力、お見せします。参ります。射程距離に入った。行くぞ。お、行くわよ。移動するわ。すごいな、このダン、ダンバク。よしよし。怖いな。どんどん相当していく。今度は欲しいのが
して。あ、次次。死の相性悪いな。最高の戦いでした。お？そうだよな、エデ条約機構が。そして22話またバトル。お、そう、対サウジ戦か。V 以下に減らした。倒しても倒しても増えてくるな。ちょっとやばいな。倒れた。
香りが。あとはこのあれを倒すだけ。これ以上増えないんじゃないかな。オッケー。お、あっさり終わった。古聖堂地下、あそこだ。イサキ、まだだ、まだ会おうか。うん、止めにかかる。そして、いよいよ最後の戦いかな。え、先生は言うけど、ランサと一騎打ち。回復する、何歩でも回復する。もうちょっと、オッケた。あずさん、お、今度あつこは、え、
逃げられるのか。マエストロ、え、なんだ、競技、これだ。時間対価か。これはパワーカードイコールマイパーティーってことか。え、ちょっと待ってよ。え、あ、一応これもらっとこう。すごい。ソーディー戻っちゃった。おかえりなさい、先生。今日もお会いできて嬉しいです。うん、よし。多分スキップするとバトルのシーンになるから。あれ、これはどこだ、屋内、市街地線じゃないな、屋内だな。沙織も出そう。あ、なんかあずさとかなんか出してほしいっていう感じやん。爆発スキルか。ただあずさ言うほど強くないんだよな。まあミカもだけど、もう一つの援護枠はここで。まあミカはこの場にいないからこれでいいや。関係してるものってす、まあ、続きも強いんだけどな。だ、え、今回ダメだったら続きにする。あとは、ひふみ？うん、マリー入れて、でもやっぱり、でもこれ水着のひふみだからな。何入れよう。私に任せて。レベル56、果たして突破できるか。さあ行くぞ。5000。まず強化する。てかちょっと待って、
一番前にいるのか。あ、倒した。余裕で倒せてた。ダブルヒーラーの回復と、やっぱ息吹のバフ力だな。そうなんだ。大人のカード。これが大人のカードだよ。古生堂に中が残ってるって言ってたっけ。ちちくハリウスの。お、姫もいた。え、裏切り。お、終わりなのか、これ。ついに。おお。あれさ、ここにいたのか。確かに。普通の放送？スカパー。ロールケーキ。ロールケーキぶち置くぞ。お、ダチョウだ。
え、待って、おい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 、運ばれていってる。総理が。ロイヤルブラッド、え、なに、お、ビアオバ、どうなるかな、次は道中で読んでいけばいいのか、カラワフ、カラワフをウサギなのか、これはまだ後だよな。ハバール二章はいつ、今日も良い一日になりますように祈っておりますね。あっさりと終えられましたね。今日も良い一日になりますように祈っておりますね。はい、ということで、今日も良い一日になりますように祈って、うん、よし、どんどん、この
三章私たちの物語、こちらを、やっていきました。ちょい意識の時の事件から先生の収益、アリウス・スワットとこのアズサの、因縁、そして、ひふみたちの補修事業部のブルーアーカイブ宣言を経て、アディウツ スクワットを撃破することができました。ということで、メインストーリー、次何を酔えばいいかっていうのはまた見ながら行きたいと思います。カルバノフかな、ウサギやるかな、それともこのエデンの要所をやるのか、メインストーリーはどこをやるかはその時に、決めたいと思います。そして、次回は、これかな、イオブ、聖典の霹靂のごとくってなってますね。ゲヘラの生徒が百鬼夜行に訪れてっていう話ですね。こちらをやっていこうと思いますので、ぜひこちらもお楽しみください。ということで、ブルーアーカイブエデン条約第3章後半をお届けいたしました。よろしければチャンネル登録高評価お願いいたします。概要欄、プレイリスト、ブログ、旧ツイッターの X やっております。ぜひアクセスの上チャンネル登録フォローお願いいたします。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。